はですね、飛鳥村に来ております。こちらに行きたいと思います。飛鳥村のポカフレールに来ております。マスク外さんと分からへんな。ちょっと待って、外すわ。そんなんいらんねん。ということで、今日初めてポカフレールさんに来ております。今日初めてのお客さん。今日初めてね。今日一人目。いや、そりゃね、開店前やからな。そうやね。キャンピングやったんじゃない、あの、何だっけ、キッチンカーあれあれな、ほんまや、あれほんまや、キッチンカー、あれがキッチンカー。ちょ、紹介してもらおう。ここの部分で料理作る。あそこね、ここで、あそこで、あれ鍋やから。やっぱし、あれでカレーだもん。あれでカレーだもん。カレーっぽい色してるわ。でこれで、うん、ガードの持っていくね。持っていきやすい。そう。なんぼでも持っていける。100万ぐらい持っていけるから。いける。どこでもいける、あれ。こんな風にね。そう。はあ。ご紹介ありがとうございます。はい。今日のメニュー紹介してもらおうかな。メニュー。じゃあこちら。天然マダイの酵素パン。ちょっとボケへんの。ああ、そう。そこボケへんの。料理の。あ、料理の分はやっぱシェフからボケないね。ね、お願いします。天然マダイの酵素パン焼きと、はい、鶏むね肉のジンジャーロース。なるほど。で、これを天然マダイは奈良県産。なるほど、奈良やっぱマダイが有名やもんね。どの辺で取れたんですか。あの、奈良県は一応日本海も太平洋もあるんやけど、うん、今日のは太平洋側のね、はいはい、奈良県太平洋側で、はい、取れました、はい、いただきたいと思います。はい、はい、え、今日でも鶏取ってる。今日鳥は日本海の鳥やから。ああ、ちょうどよかった。ちょうど反対が良かった。じゃあよろしくお願いします。これ流すで俺。面白い。もうコンプライアンス的に大丈夫なんやから。大丈夫よ、全然。その頭以外は。これはね、モザイクかけておいてな。ちょっと伸びてしまう。ほんまや、伸びてるやん。伸びてる。なんかコメントいただいていいですか。もうちょっとなんかカモンみたいなのみたいな、ね、やったら寄ってくれんのにな。カモン行きます。どうやさ。いやー、こんな面白い状態で美味しい料理出てくるんですからね。ここすごいですね。まあまあ美味しいよ。まあまあ美味しい。まあまあ美味しいよ。期待してます。はい、まあまあ美味しいよ。じゃあ早く作っていいでよ。はい。ということで、ポカフレールでランチを食べたいと思います。シェフ自慢のプレートです。どうぞ。で、今日は奈良県の飛鳥村のポカフレールさん。照明？いやいや、来ております。照り返してくるかな。ということで、今日のおすすめ料理を頼みましたけども、はい、作っていただいた、なんかいたシェフに紹介をしていただいたと思います。いいな。紹介ちょっとお願いします。これがビッソワーズ。この手がポイントですよ、手がね。ショベルカーみたいにね。ショベルカーみたいにね。ジャガイモの冷製ポタージュ。飛鳥さんのジャガイモと玉ねぎ。これも飛鳥さん。全部、もう全部飛鳥さん。全部飛鳥さん。皿も。皿も飛鳥さん。飛鳥さん。そう、ごめん、皿は違う。皿は違います。皿は違います。飛鳥さんのジャガイモを作った冷製スープ。はい。で、野菜は、これも飛鳥さんの野菜を、こちらシンプルに塩茹でで召し上がっていただいてます。もう野菜、それぞれの野菜に応じて、塩分の濃度と茹で時間を全部変えてるんで、それに、この野菜ごとに一番美味しい茹で加減で茹でてます。なるほど。で、この白いのが、飛鳥に1軒だけある残ってるお豆腐屋さんのすぐ近くにあるんですけど、そちらのおからを使った、サラダです。ポテトサラダみたいな感じに仕上げてます。で、ラタトゥーユで、こちらがメインの若鶏胸肉の、ジンジャーロースと生姜風味の、マリネ液に3日ほど漬け込んで、熟成させたところでオーブンで焼き上げてます。凝ってますね。はい、凝ってるね。凝ってるね。でサラダが、他の単純な人参とキャベツの切って盛るだけのサラダなんですけど、自家製の白味噌ドレッシングをかけてます。で、この紫のは、なんとも芋。正解。
なんか面白いこと言ってましたね。そうね、当ててしまいましたけど、これはマスカの、これマスカの、あそこのシャドークイーンっていう、メークイン系のじゃがいもです。シャドークイーン、はいはい、で、ご飯が古代米入りのご飯で、今日は黒米と緑米と赤米の3種類の古代米を入れてます。これ美味しいですね。はい、キュウリのマリネを添えてます。はい、はい、では召し上がれ。ありがとうございます。いただきたいと思います。はい、どうぞ。はい、ということでコカフレールさんのランチをいただきたいと思いますけども、はい、これは冷製のじゃがいもスープな。はい、いただきます。うん、あ、めちゃくちゃ味濃い。美味しい、うまっ、美味しい、美味しいです。それとね、なんか言ってましたね、シェフがね、野菜は全部飛鳥さんで、例えばこれ全部飛鳥さんで、でシンプルに塩茹でをしてます。インゲンかな、これいただきたいと思います。うん、味濃いね、美味しい。シェフ、野菜の味が濃いね。濃い、大好きなお二人です。そうです。うん、うまっ、うまっ、おい、うまっ、ケアだ、ここはケアだ、うまっ、僕は大好き、いっぱいあるんですよ、野菜が、野菜いっぱいあるんですよ。では、こうか、ね、これがズッキーニかな。うん、そうそうそう、これ村に行ってのお豆腐屋さんが作った、何だっけ、お豆腐屋さんが作った何でした、これおからのサラダ、さっき言ってました、ね、いただきたいと思います。うん、美味しい。さてさて、メインの鶏ですね。この鶏もパスカさん、うん、アスカで取れた鶏です。あ、鶏これ日本海、ね、これちょっと違うみたいですけども、なんか熟成させてみたいです。いただきます。柔らかい、美味しい。はい、ごちそうさまでした。ありがとうございます。アスカへぜひ。そんなんでいいの、エンディング多分いや、構えんけど、どこ、ここはどこか紹介してくれやんのかな。コカフレール日本の中心の、日本の始まりの、さよなら